クォーク。北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がり高め打ちました、ファウルになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました、流しました、ヒットになった、先制のランナーが、バッターは2番に入っている大島、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、破っていった、ドラゴンズチャンスになりました。ノーアウトランナー2塁1塁、バッターボックスには3番浅村、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形、打った、センターに大きな打球、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。初球打ち、高く上がった、入った、ホームラン。力のいい。さあまず1球目、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。インコース打ちました、いい当たり、わずかに右に切れました、ファールボール。インサイド落ちました、取ってワンアウトです。バッターは6番ビシエド、ワンアウトになっています。インサイド落ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。ここもファールです。引っ張った、岡本、アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている木下、ツーアウトランナーありません。初球ボール、内へ持ってきましたが外れました、ボール先行です。スライダーが決まります。ライト方向を流しました、取りました、一塁アウト、スリーアウトです。さあこれからドラゴンズが守備につきます。そしてイチローが打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球ボール、ストライク、低めの球ストライク、低めの球、ワンボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている丸、鈴木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク、次が2球目、切れていきます、ファウル。インコース打ちました、いい当たり、打球はライトへ。バッターボックス岡本、2アウトになっています。初球ボール、打ちました、ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回になります。ドラゴンズの攻撃、打順は8番高橋、ドラゴンズリードで迎える最終回です。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました、ドラゴンズノーアウトランナー1塁です。バッターは9番に入っているリューク、ヒットでランナー、初球打ち、ファウルになります。いいボールですね、はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ファーストランナースタート、走ってきた、高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター岡林、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトになっています。甲斐が掴んでツーアウト、
2番バッター大島、まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。ツーアウトになっています。豪快なスイング打ちました。打球はレフトへ。日本ハムファイターズ最後の攻撃になります。バッターは中田。ドラゴンズリードで迎える最終回です。ドラゴンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面、打ちました。ビシエド一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには指名打者の村上。ワンアウトランナーありません。引っ張った、取りました。ツーアウトになりました。打席には6番バッター浅村。ツーアウトランナーありません。打ちました、取った、これで3アウト。試合終了になりました。試合を制したのは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。